匿名、警視庁特別会計係第4話、連、隠しカメラへの関与を打ち明ける湯川が刑事課メンバーの結婚却下。モデルプレス、2023年11月6日。女優の橋本環奈が主演を務めるカンテレフジテレビ系新月10ドラマ、匿名、警視庁特別会計係、月曜夜10時の第4話が、6日に放送される。橋本環奈、フジ系連ドラ初主演、匿名、警視庁特別会計係。同作は、経費削減の特別命令、匿名、を背負って本庁から派遣された特別会計係の女性警察官、一円、はじめまどか、橋本、が、捜査に金は必要だ、と話す刑事たちと、時にぶつかり合い時に協力して、次々と起こる事件を解決へと導く新しい警察エンターテインメント。橋本のほか、沢村和樹、松本まりか、佐藤二朗らが出演する。匿名、警視庁特別会計係、第4話。湯川、沢村和樹、我慢待ち署内に設置されていた隠しカメラの存在に気づいた。湯川は、署を挙げて経費削減を推し進めているにもかかわらず、署内の監視カメラの数が増えていることに違和感を覚え、それに縁、橋本環奈が関与していると考えていた。追い詰められ観念した縁は、その理由を湯川班のメンバーに打ち明ける。そんな中、館内で募金強盗事件が発生。唯一の手がかりは被疑者の足跡に付着していた植物片だったが、微量なため科捜研での分析が難しく、専門家による調査が必要に。しかし、捜査に協力してくれる西満町大学の宇佐美教授は、湯川のことを激しく嫌っていた。一方、相変わらずの運の悪さで、日々身の上に不幸な出来事が降りかかる縁は、中西、徳重聡から、満面破顔茶、という幸運を呼び込むお茶を譲ってもらう。すると、これから起きる幸せを予兆するかのように、縁の周りで思わぬ出来事が。さらに、調査の費用を少しでも抑えようと、菅、佐藤二朗と一緒に宇佐美の元を訪ねると、アンチ湯川の同志でもある宇佐美も、満面破顔茶を飲んでいるとわかり、縁は親近感を覚える。その頃刑事課では、これまで恋愛で数々の失敗を繰り返してきた中西が結婚を発表。警察の規則にのっとり、上司の湯川に交際申告書を提出するが、湯川は即座に却下して、